おはようございます。おはようございます。今日は、我々リンゴルフのリサちゃん、ジュンちゃん、私、片倉さんの4人で、はい、コンペに参加しようの巻をやります。はい、で普通に参加して普通に楽しもうという回、はい、でウィンウィンスタイルというキャディバッグのメーカーさんのコンペを紹介する、まあ、それを楽しもうという内容になっております。はい、今日の目標はですね、勝手に僕が決めました。はい。賞を取ろう。賞を取りましょう。賞見てきました。見てきました。何やりました。結構ありましたね。いっぱい、うん。ヘッドカバーとかからキャディバッグ。あ、キャディバッグ。あと旅行券。可愛いキャディバッグからすっごい軽いやつ。あ、もう軽かった。うん。次スピードゴールそれでやる。いやもうあ、それでもいけそうなぐらい軽い。指一本でいけるぐらい。指一本で。僕はこの難しいと言われるオートネカントリークラブでも100切りを目指す。はい。あと、2ホール目3ホール目ずつで、じゅんちゃんからりさちゃんに聞きたいことのコーナー、りさちゃんからじゅんちゃんに聞きたいことのコーナーみたいなのが、毎ホールごとくらいでありますので、皆さんそれもお楽しみください。注目です。はい、じゃあ頑張るぞ。あー、はい、T マークですが、男性は青マークで、女性は白マークでお願いいたします。右目？そうですね、今日グリーンが左にあるので、うん、まあ、狙い目としてはあのキャディさんの方向がいいです、うん、そう、ど真ん中ってことですか。まあ、要するに、まあ、でも真ん中からまあ右ですよね。左行っちゃうとグリーン狙えなくなっちゃうので、はい、まあ、センターからの右方向であればよし、うん、みたいな感じでいいと思います。朝一は真ん中から右に行ってしまえばとりあえず打てるよねっていう。打てます、打てます。左はちょっと朝一から心折れますね。うん、分かりました。やってみます。はい、朝一なので、はい、リラックスして新ドライバー。この前ロケに行って気に入ったドライバーを借りてきた。ブリヂストンさん、ありがとうございます。すぐいろんなことしちゃうから。そう、面白いですよ。あんま関係ない。こだわりがない。あ、開いちゃった。OB か。おお、ナイスショー。このドライバーいいですね。いいでしょ。いい。いっぱい飛んだよ。9目。よろしくお願いします。右目ね。さあ、振った。真ん中。左。あ、待って、あ、ちょっと入ったかな。1ヶ月ぶりです。1ヶ月ぶりの。お願いします。お願いします。あ、かっこいい。あ、完璧。ナイスショー。さすが。あ、当たった。当たったって。完璧だ。今日赤 T からやってますけど、はいはい、ゴルフは今後どんな感じで。はい、ですね、はい、まあ、今までこうプロゴルファーをこう目指して、はい、まあ、試合だったりいろいろ出てたんですけど、はいはいはい、もうプロへの道は諦めることを決意しまして。そうなんですね。何年間プロ。18歳からこう結構遅プロテストをね、そかそか、そう受けて、まあ、13歳からやってて、もう、まあ、20年近くですかね、うん、やってましたけど、うん、まあ、30にもなり、なるほど、こう区切りが、うん、自分の中で区切りがね、うんうん、あったので、うん、まあ、これからはちょっとこう楽しく趣味をこう極めていこうかなと。なるほど。アマチュアとして。そうですね、アマチュアゴルファーとして、ね、アマチュアとして楽しく、うんうん、まあ、ちょっとこう戦う闘争心とかはまた、はいはいはい、ちょっと違ってきますけども、うんうん、まあ、でもね、そんだけ受けてきて、しかもそういう状態でさ、ゴルフしてたらさ、しん、まあ、しんどいって言い方だけどね、まあね、まあ、いい、楽しいこととかいいことばかりじゃなかったので、お疲れだね。ありがとう。そう、皆さん応援いただきましてありがとうございます。リサちゃん、お疲れ様でした。楽しかったです。このということで、ね、戦い続けた日々は、ね、じゃあということで今日は、はい、コンペを、コンペ楽しめる、楽しんで商品ゲットだぜ。あ、打ちすぎた？
やばい？私なんか珍しくすごいミスしてる。これは一旦ちょっと手前まで。ラボで済みました。リサちゃん、はい、ちょっとさ、ウェッジをね、うん、新しくしてみたんだけどさ、うん、どう？タイトリスト、いいと思う。タイトいいよね。いつ？最近？最近。重くない？ちょっと重いからちょっと使ってみて、うん、初おろし？うん、あ、でもシャフト変えるか。あ、結構重いよね。どこ前な重さですよ。アプローチもバンカーもこれ、うん、これ完璧なんだ。全部58。いいねいいね。まあ、いっぱいまでいくつあります？自分の家具はもう130とか40なんで。奥まで。奥は200手前だから180とか。あ、ちょっとノーゴーじゃダメですね。ブーにします。はい。わあ、かっこいい。超えた超えた。やばい、めっちゃ引っ掛ける今日。なんかね、こう動いてない感じするよ、体がやっぱ。あ、体固まっちゃってる、うんうん、ちょっと緊張してるのかな。嘘、ここのゴルフ場に名前でやられてる。名前で台ってついてるからね。そう、骨じゃないから台だ、ついてるからさ。台ついてる、うん。なんかこう、置きに行ってる感じ。あ、そうだね、半端ないね。確かに振られてる感じするもん。そうだよね、うん、振ってかないとね、うん、ありましたよ。いい。バディちゃん。マスターズだと思って。うまい。あー、切れない。惜しいね。甘くないね。ナイスパー。簡単だね。朝一のティーショットって緊張する？普段はね、あんまり緊張しないんだけど、今日はちょっと台がついてるから大トネの台です。そう、ちょっと緊張したっていうか、当てに行って、うんうんうん、結構引っ掛けたよね。2発ともなんか今日硬いよね。硬い。ここからね、やっぱね、始めた頃2年ぐらい、2年間ぐらいは、うん、最初の 1,2 年はやっぱ緊張して、うん、ティーショットの後、手震えたりとか、うん、わーみたいな。当初ね。そう。あ、なんか分かる。なんかあみたいな。あるじゃん。試合とかは？試合とかはね、意外と緊張しなそう。意外と大丈夫かだったかな、うん。ハート強そうだもんね。かな、うん。今日はちょっとなんだかポワポワソワしてる。ポワポワしてる。ちょっと朝早かった。時間が空いちゃうとね。そうね。女子プロ並みの入り時間だった、ね。そうそうそう、女子プロ並みの入り時間でちょっと。もう終わった。リサちゃん緊張する？試合？うん、いや、もうね、しなくなった。でもやっぱ当初は、うん、もうね、やっぱり喉は渇くわ、お腹は痛くなるわ、うん、トイレは近いわで、ね、うん、結構あった。やだよね。プレッシャーがこうかかった最終日とか、こう絶対巻き返さなきゃいけないみたいな最終日とか初日とかは、結構 2,3 ホール緊張してたかも。あ、そう。うん、大人になってだからね、うんうんうん、余計考えちゃうしね。そうそうそう。あとまあ離れすれば、うん、ある程度こういい緊張で臨めるようになる、うん、なるほどね、うんうん、あれ、また左行った。なんだこれ。
いい。ニアピンじゃない？まさかの。うわ、止まってよ。近い、ね、近いよ。奥に行ってなければ。横でしょ。横じゃない？いやー、うまい。やったぜ、1万円だぜ。やばい。一緒。こっちのがちょっと遠いくらい。1センチ。ボール1個。ボール1個。うん、1センチ。ボール1個。開けた。開けた。これをでもあとは入れるか入れないか。まあ多分。まあね。もうあれ。開いた。あっ。残念。あ。ありがとうございます。スライスだったね。スライスしたね。